はようございます。ウィンザーラケットショップ池袋店の中井です。おはようございます、ナビゲーター三島です。本日の一押しは、はい、トワルソンのバイオロジック WX と、はい、アーマードのハイブリッドのお話でございます。ハイブリッド、まあ、聞いたような話ではございますが、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。一押し、では中井さんやっていきたいと思いますが、今回の一押し、もう一度商品名いただいてよろしいでしょうか。はいはい、トワルソンのバイオロジック WX128 と128、はい、はい、アスタリスタアーマードの125の縦横のハイブリッドのお話で、はい、ここまで聞くと、はい、壺子の壺を思い出される方が壺子の多分ハイブリッドの壺ですね。新宿店、ね、壺子さんも一押しで、はい、確かこの2足2つで、そうですね、そうですね、はい、で自分がもともと数年前に、はいはい、これを縦に横ポリでずっとハイブリッドしてたんですよ。でバイオロジックを縦で横をポリエステルで入れておられた、はい、でやたら切れたんで、はい、まあ、ちょっと封印してたんですね。これ縦糸やめて、はい、でアーマード出た時に、はい、まあ、このアーマードを縦横貼って、はい、まあ、これいいなと、はい、でもやっぱちょっとポリあの物じゃないですか、はい、ちょっと硬いなと、うん、弾の弾き早いんで、うん、じゃあ縦にマルチを入れたらいいんじゃないかって、まあ何かの時にもこれ一回言ってるんですけど、エクサルトを縦にアーマード横結構良かったんですよ。はい、でイベントでつぼこに会って中井さんこれ見てみてってブームアップされた時に、これとこれの、まあその時クロクロのハイブリッドだったんですけど、なるほど、出してもらったら良かったんですよ。つぼこさんおすすめの、つぼこさんのつぼが中井さんにも聞いたということだったんですね。はい、ただつぼこのつぼのハイブリッドは、はい、アーマード 1.30 で、はい、縦糸黒だったんですね。はい、で自分のこだわりは、はい、アンバー色、ナチュラルカラーに横は125、はい、やっぱり自分の こだわりとしては縦糸より横糸を細くする、おそういう、ご自身ならではのというところがあるんですね。そうですね、はい、やっぱ縦が動こうとするときに横が太いと抵抗がある、はい、邪魔をしちゃうということですね。横は絶対細い方が個人的にいいなっていうのと、うん、それはスナップバックを引き起こすためにということですね。まあそうですね、はいはい、であとブラックも打ったんですけど、なんか自分はナチュラルの方が好きなんですよ、ね、うんうん、なんか違うんですよ、はい、食いつきがいいような、まあ、これはちょっと個人のね、はい、見解ですけども、うん、やっぱそういうのってやっぱ、まあ、グリップテープでもあるじゃないですか、うん、色の好みというかフィーリングの、はい、なので自分の、まあ、こだわりは縦がこちらの色、はい、ナチュラルカラーで横を 1.25 にするということですね。決してじゃあつぼこのつぼを真似てるわけじゃねえぞとまあ真似てます。真似てるでいいんですね。ただちょっとこだわりがありますよ、はい、ということ、はい、色と、はい、ドクターストリングにねちょっとお願いがあるんですけども、はいはい、本当は 1.23 の方が好きなんです。 1.23 それはポリを貼ってた時は 1.23 にポリ厚、はい、ポリの 1.20、はい、だからこれにアーマードの 1.20 を貼りたい、はい、なるほど。でポリエステルライクっていうぐらいなんで、はい、ポリエステルは 1.20 も当たり前じゃないですか、うんうん、ということはポリエステルの 1.20 を貼ってる人が移行するときにやっぱこれも 1.20 があった方がいいじゃないですか。なるほど、ぜひぜひこれの 1.20 を作っていただければ、はい、自分はこの 1.23 とこの 1.20 のハイブリッドで完成するというところでございます。はい、まあ、中井さんが言うと商品化になることが常なんですけれども、あるか、先日ドクターストリングさんにお話したときは、うん、色替えを、新しい色を、ね、はい、アーマードで出されるということだったんですが、うん、中井さんは色じゃねえぞと、ゲージの新しいところをというリクエストをいただいているということですね。はい、
中井さんのこだわりのセッティング、はい、あのドクタースグリングに聞いたんですけど、はい、これに使ってるサラサラコーティングとこれに使ってるサラサラコーティングが全く同じものであると、うん、っていうことはやっぱこの相性が非常にいいなと、うん、これとこれでもう商品化して出してもいいぐらいですよね。なるほど、ハイブリッドパッケージですね、はいはいはい、そうですね、はい、と思います。なるほど、そんなアイデアもあるイチオシということでございましたが、じゃあ中井さんは今現在は、バイオロジコ123、こうですね、はい、今はこうだけど、はい、いずれこれの120をやりたいな、なるほど、両方細い方にということで、じゃあ待ってますよということですね、はいはい、ぜひ皆様もこの動画参考にいただいてお試しいただければ、はい、はい、さらに詳しいところはこちら池袋店の中井さんまで、はい、会いに来ていただければということですね、はい、はい、ということで今日の一押しになりました。中井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。